はい、こんにちは、コナンです。今日はね、この英会話教材のレビューをしたいと思います。まあね、ざっくり僕が持ってるだけでもね、こんな感じでね、もう30冊以上あるんですよね。まあその中でね、こういう教材はこういう人におすすめだよとかね、まあこれ面白いよっていうのがあるので、まあそれをちょっとみんなと共有できたらなと思います。まあよくあるのがね、こういうTOEIC 対策とかね、TOEIC で何点取れるよみたいな教材、よく本屋で見かけますけど、これはね、まあ、正直ねやっててあんまり面白くない。やっぱ TOEIC の点数を上げたいっていう人、まあ、真面目に勉強したい人にとっては、まあ、この辺の、まあ、参考書 TOEIC 対策みたいな本はね非常にいいんじゃないかと思いますね。まあ、こういうね TOEIC730 点攻略とかね、まあ、確かにねこれやるとね、まあ、それぐらい取れるようにはなるんですよ。だけどねやっぱり面白くないねこれ。まあ、だからね、まあ、会社でどうしても TOEIC で点取らなきゃいけないっていう人はねこういう対策本やるのはいいかと思います。特にねこのなんか TOEIC 直前の技術とかねこれも結構すごいですよね。そのスコアが上がりやすい順に学ぶパート2パート5みたいなねもうほんと完全にテクニックですよね。もう点を取るためみたいなここまで教えていいのだろうか迷ったら3番を選べみたいな、まあ、そういうノリですこれは。まあ会社とかで TOEIC のねテストがあって困ってる人とかねこういうのやったらいいんじゃないでしょうか。これがどうだろう、2200円ですね。結構高い。まあ新 TOEIC テスト文法集中攻略とかね730点も目指す安子内哲也、これがTOEIC テスト990点満点取得者っていうねこれ確かね東進かなんかのね予備校の先生でね結構ユニークな先生なんですよね。結構面白い。ホームページとか見るとね結構面白い。海外に住んだことがないんだけど TOEIC で満点取ったっていうね、まあ、確かに分かりやすい参考書ではあるので結構おすすめです。こういう教材はいいよとかそういうおすすめなのがあったらねコメント欄の方にお願いします。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。是非チャンネル登録をお願いします。それではまた会いましょう。